フレデリック・ショパンが好きだった言葉に鍵盤の浅瀬で弾くという言葉があります確かに現代のトップアーティストを見てもみんな鍵盤の浅いところで弾いている日本でよく言われるような鍵盤の底までしっかりと弾くこういったイメージで弾いているピアニストってもう世界にはほとんどいないんです今回は鍵盤の浅瀬で弾く ショパンが残したこの言葉を皆さんと一緒に極めていきましょうピアニストの見よう見まねで浅瀬で弾いてみるとなんだか音が薄っぺらくなってしまうし肩もガチガチになってしまう見見よううででってもうまくいいかないんですこれにはピアノの構造を理解してそして物理学この考え方を取り入れることによってタッチの理論が明確に分かってきます。 今まで抱えていたいろんな謎これもね全部解けると思いますよさあやっていきましょうまずはピアノの音が出る原理を考えてみましょうさてここからは全身を使って演奏していくこのテクニックを一緒にやっていきましょうまず皆さんに押さえていただきたいのは使う体の筋肉 使う体の場所によって音の聞こえ方が違うということですリズム感でも違いましたが体の使い方でも音の聞こえ方って変わりますよねまずこの前提を押さえた上で次の話を聞いてください演奏するタイプには大きく分けて4種類いると思ってくださいまず1つ目が指先のみで演奏している人、まあ、小手先という言葉がありますねこのタイプががつつそして2つ目が 腕を使って演奏しているタイプそして3つ目が上半身と腕を使って演奏しているタイプそして4つ目が全身を使って演奏しているタイプこの4種類があるんですね